え皆さん、こんにちは。私、バグアートアワード事務局の石井と申します。えー、この度はバグアートアワードに興味をお持ちいただき、ありがとうございます。えー、この動画ではバグアートアワードの魅力や応募のポイントについて分かりやすく解説をしていきます。えー、後半にはアーティストの菅良平さんをお迎えし、応募準備に役立つ情報もお伝えします。ぜひご活用ください。えー、この動画では4つのことについてお話をします。 動画のの概要欄に各項項目目再生時間を記載ししております。ぜひ視聴したいい。からご覧ください応募要項はすでに公開済みですが本動画ではこれまでのファイナリストの声や応募者から過去にご質問いただいた部分の応募要項の解説を行っていきます後半では菅さんから応募資料作成時のポイントについてもお話をしていただきます早速私たちバグやバグアータアワードについて解説をしていきます えー、リクルートは30年以上にわたって、えー、銀座でクリエーションギャラリー G8 そしてガーディアンガーデンという2つのギャラリーを運営してきました、えー、中でもガーディアンガーデンは若手アーティストの発掘育成を活動の主軸に置いておりまして、えー、一つ店天や1ゴールといったようなコンペティションを、えー、長きにわたって主催をしてまいりました、えー、そして昨年2023年にアートセンターバグにこれらのギャラリーを移転させるといったような機会をきっかけに えー、今までは写真部門とグラフィック部門という2つの部門に分けてコンペティションを行ってきたんですけれども、えーまあ、昨今の現状に合わせてジャンルレスでより自由度の高い応募を実現するといったようなところでバグアートアワードがスタートしましたであのこのバグアートアワードのファイナリスト展の会場にもなっているアートセンターバグなんですけれども 2023年の9月にグランドオープンをしています、えー、とにかく東京駅からすぐという立地が魅力的な場所になっていまして八重洲南口から徒歩3分の場所にあります、まあ、新幹線もあのすぐなので美術関係者の方であったり観光客の方であったりとか様々、えー、な方に開かれている場所になっています、えー、こういった形で手前がカフェになっていまして奥が展示スペースになっています え図面も応募要項の方にあに公開しておりまして、天井高が7.2メートルとえ非常に高くあの開放感がありますので、まあ、展示ごとにかなりいろいろな空間にあのなるというところも特徴になっていますであの。私たちバグは活動方針というものを掲げておりまして、え3つあるんですけれども。 一つがライフステージへの配慮というところで、まあ、アーティストやアートワーカーの方が、あのご自身の生活やライフステージに沿って、あのアーティスト活動をしていただけるような形で、えー、サポートをしております。えー、アワードでは、1都3県以外に在住のアーティストの方が、まあ、参画しやすいように交通費を支給しております。 2つ目の適切なパートナーシップというところもアーティストやアートワーカーの方とお仕事や展示をさせていただくときに適切な報酬の設定だったりとか契約書の事前の内容説明というところを非常に大切にしています3つ目がキャリアの支援という形になってまして、まあ、展覧会の開催はもちろんなんですけれども直近ではあの プログラムであったりとか、企画をする方に向けたクロールというプログラムも実施をしております。こちらのキャリアの支援の一環として、バグアートアワードを実施しておりまして、ちょっと早速ご説明に移っていきたいと思います。バグアートアワードの特徴としましては、制作活動年数10年以下のアーティストを対象としています。こちらの制作活動年数というのは、 年齢制限ではなく、あえてご自身で定義いただいた政策活動年数というふうにしております。まあ、これは例えば先ほどの活動方針にも沿ってくるんですけれども、ご自身の介護やご自身の育児、出産など、まあ、何かしらの政策のブランクがある方もいらっしゃるかと思いますので、まあ、そういったものを除いて、政策いただいた活動年数が10年以下の方を対象にするアワードという形にしております。 でまあ、コンセプトとしては新しい表現に挑戦したいですとか、まあ、これからアーティストとしてキャリアを築いていきたいという方を応援するアワードになっていますので、まあ、展示経験が少ない方だったりとかコンペティションを初めて出すという方にもおすすめのアワードになっていますでサポートとしては一次審査を通過したセミファイナリスト20名に対して審査員全員からフィードバックを行いますまた審査会以外にも 展示設営に関するレクチャーや壁打ち、あとはインストーラーへの展示相談会なども実施しています。そしてファイナリスト6名に選ばれた方には、バグでグループ展を開催する機会を提供しておりまして、作品制作費20万円を支給しています。その中から選ばれたグランプリ1名は、1年後にバグで個展を開催していただき、その際の開催費300万円を支給いたします。 え先ほどとちょっと重複もいたしますが交通費補助というところでえ1都3県以外にお住まいの方にはえバグにお越しいただく際の往復交通費を別途お支払いしております。え第3回の審査員はこちらの5名になっております。え菊池敦樹さん、中川千恵子さん、横山由紀子さんは1回目、2回目に引き続き務めていただいておりましてえ今回、 第3回から美術家の桃瀬彩さんとヤンツーさんを審査員にお迎えいたします、えー、バグアートアワードは、えー、こういったあの流れも特徴的になっておりましてご紹介できればと思います、えー、まずですね、あの応募受付期間の手前で各、えー、講座がございましてこちらはすべてオンラインで開催します 後ほど官亮平さんからも詳しくご案内があるかとは思いますが、応募準備に必要なポートフォリオ、ステートメント、展示プラン、この3つについて、オンラインで講座を開催しております。こちらの講座を受けていただいて、応募の準備をしていただき、2025年の1月22日から2月26日までに、応募フォームから応募をしていただくという流れになります。そして一時審査が4月20日 でこちらでセミファイナリスト20名が決定します。でこの20名には2次審査に臨んでいただく前にえ相談会というものを設けています。こちらもアーティストの菅亮平さんにご協力をいただいておりましてえ1対1で個別で展示プランについて相談をしていただくことができます。でその相談会を経て2次審査を迎えていただきます。2次審査は、えー、審査員と対面で1対1の面談形式で行っております。 でその面談を経た後に審査員全員でディスカッションを行いましてファイナリスト6名が決定いたしますこちらの二次審査にご参加いただいたセミファイナリスト20名は審査の結果にかかわらず審査員5名全員からコメントをお送りしておりますこちらであのファイナリスト6名に選ばれた場合はですねあのファイナリスト展に向けていろいろとガイダンスや相談会レクチャーなどを 経験していただくといったような流れになります、えー。ファイナリスト展の打ち合わせや展示位置の決定というところも、えー、バグに集合していただいて、えー、皆さんそれぞれの6人のプランを共有しながらそれぞれの展示位置を、えー、話し合いの上ご決定をいただいております。まあ、こういった機会もあの今後ファイナリスト展以降あの国内外でいろいろ展示をしていただく際にあのプレゼンテーションだったりですとか、まあ、作品について自分の言葉で話していただく機会をあの このアワードで成長のステップにしていただきたいなというところであの運営として定めておりますプロのインストーラーへの相談の機会もありますので、まあ、展示の実現に向けてこちらで準備を進めていっていただくというような形になりますそしてファイナリスト展の会期中に公開最終審査がございますこちらはグランプリ1名を選出するための最終審査となっておりましてファイナリスト展の 会場でえ実際にご自身の展示プランであったりとかグランプリ個展のプランについてプレゼンテーションを行っていただきグランプリ一名を決定するという審査になっております。まあこういった数々のあのステップを経てあの応募からファイナリスト展そして公開最終審査をご経験していただけるようなアワードになっております。ちなみに第二回のファイナリスト展の会場はこういった形の展示風景になりました。 えとこちらはもしよろしければあのバグのウェブサイトにもさらに会場の風景の写真載せておりますので興味ある方はぜひご覧になっていただければと思います。えー、最後に私事務局維新の方から応募要項についても解説をさせていただきますすで、えー、に第3回の応募要項はあの公開されておりまして こちらに QR コードもありますのでぜひ読み取ってアクセスをしていただければと思います応募受付期間は1月22日の水曜日朝10時から2月26日水曜日の17時までとなります応募の際の注意事項なんですけれどもまず応募フォームが2025年1月22日水曜日10時これが応募受付の開始の時刻なんですけれどもこの時間からアクセス可能となります また応募の締め切りが2025年の2月26日水曜日17時までとなります締め切り時間が17時までとなりますのでご注意くださいそしてこれが例年なんですけれども締め切りの当日特に17時の直前はかなりアクセスが集中しまして大変混み合う傾向にあります余裕を持ってアクセスしていただくようにお願いいたします えー、そして応募フォームが入力内容が一時保存できない仕様になっているので、え是、ー、非別途テキストのデータを作成していただいてえー、応募フォームに貼り付けていただくという形をお勧めしております。えー、応募要項はあの詳しくはぜひあのウェブサイトからもご覧になって読み込んでいただければなと思うんです。けれども、ちょっとあの事務局の方からポイントになる点だけ、えー、この動画でお伝えします。えー、まず、応募作品に関するルールなんですけれども、もえー、展示規定があります。 えまず展示範囲が床面積9平方メートル以内という規定になります、えー、まあこれはこの下の図を見ていただく方が分かりやすいかなと思うんですけれども、えー、床面積9平方メートル以内に接しているあの壁であれば使用をしていただくことが可能ですまあ、逆にこの真ん中の図のように床面積からはみ出した壁を使用することができません、えー、また一番右側の例も NG 例にはなるんですけれども あくまで展示範囲を一続きに収めていただくというところになるので、まあ、例えばバグの空間全体に作品を点在させて作品の合計が9平方メートルといったような考え方は NG となりますのでご注意くださいまた高さがバグで貸し出し可能な脚立使用最大高さが2290ミリとなりますこちらを利用してご自身で設営撤去ができる範囲としております また重量と重量に関しても床面と壁面それぞれ制限がありますのでご確認をお願いします作品のサイズに関してもあのバグの搬入経路の都合上あの制限がございましてこちらに記載されているあのサイズ感に収めていただければと思いますただしあのバグの空間に搬入していただいた後は展示範囲内で設営をしていただくことができますので、まあ、組み立てていただくといったようなことは対応ができるようになっています 続いて、応募いただくときにご用意していただく内容が3点、まずあります。こちらはすべてテキスト情報になっていまして、応募者情報、これまでの制作に関する情報、そして展示プラン、作品情報、それぞれご用意いただいて、応募フォームにご入力をいただければと思います。そして、提出物としてファイルをアップロードしていただくような応募フォームになっていまして、こちらで PDF の書類を用意していただくような形になります。 であの注意点としては、この一番上に書いてあるあの提出 PDF は合計30メガバイト以内という制限がありまして、まあ、こちらはあの提出いただく図面やプラン、すべて合わせて30メガバイト以内に収めていただきたいというものになるので、まあ、30メガバイト以内の配分については、ご自身でご検討いただければと思います。えそしてあの提出3つになるんですけれども、それ以外は任意提出となります。 えとまず、バグで開催する6名のグループ展のファイナリスト展の展示プランを提出していただくといったようなところで、えー、展示図面をご提出いただきます。こちらはあの提出必須で A4 縦サイズ、そして PDF1 枚で作成していただきます。であの図面の注意点としては、必ずバグの図面をダウンロードしていただいて、そのバグの図面に図示していただくというところが原則となります。えー、バグの図面は応募要項から ダウンロードしししていいただけるのでご確認をよろしくお願いしますでと展示プランに関しては A4 縦 PDF 形式でこちらはフォーマットもあの一応応募要項にもあるんですけれどもご自身で作成いただいたフォーマットでも構いません3つ目の出展作品というものは任意になるんですけれどもこちらはあの展示プランに含めた情報よりさらに ご自身のあの展示作品の画像をアップしたいというような場合にご活用ください。こちらもフォーマットは自由になっております。で、この最後の丸 ④ 番の展示プランを象徴する画像1点なんですけれども、こちらだけ JPEG 形式の画像になっています。 でこちらの使用用途なんですけれども、書類審査の際にあの審査員にお渡しする書類の表紙として使わせていただくので、まあ、今回の展示プランを一番代表するような写真1点を選んでいただいて、そちらをご提出いただければと思います。残りの提出物2点は任意提出にはなるんですけれども、動画データ1本ご提出いただくことが可能です。 こちらは、YouTube かが微妙に必ずアップロードしていただいて、ご提出をお願いします。最後、過去作品も提出にになってます。でもし、こちらをご提出いただく場合は、先ほどの3 0メガバイト以内に含まれますので、ご注意ください。あと、一番下、の応募要項に関するこれまでの QA をウェブサイトに掲載していますので、もし何か迷点があれば、こちらをぜひご確認いただければと思います。 えー、それではあの事務局からの応募要項の解説はこちらで以上となりますので、まあ、ここから先今ご紹介した応募資料の作成についてのポイントを菅、えー、さんからお話をいただければと思います。菅さん、よろしくお願いいたします。はいえー、と今あの画面の方が、えー、映っているかなと思うんですけども。えーと 今回はですね、えっと、第3回バグアートアワードに際して、まあ、バグアートアワードの応募要項というのは、先ほどあの運営の石井さんからあの細かくあのご説明が全体であったかと思うんですが、まあ、実際にその応募をすると、その書類を実際に作成していくということにあたって、まあ、そのポイントになるようなところ、実際取り組んでいくきっかけになるようなですね、そうしたあの解説を私の方からさせていただければというふうに思っています。で最初に 簡単に自己紹介から、えー、進めたいと思いますが、改めますと私、私菅良平と申します。今日よろしくお願いします。えっと私もアーティストとして、えー、長らくあの東京とドイツで活動を行ってきて、現在は広島に、えー、在住で、えー、広島を活動拠点として、えー、創作活動発表活動を行っています。で、えっと私はあのえっと展覧会の企画運営の仕事もしていまして、えっと、えー、広島県の福山市というところで。 セトウチエールアートプロジェクト、SLAP という団体で、コンテンポラリーアートの展覧会、各種イベントの企画運営の仕事を総合ディレクターとして行っています。また、大学の方に勤めておりまして、大学の方でですね、2019年度に東京ゲ術ツ大学で非常勤講師をしていた時に、プレゼンテーションスタディという、あのまあ、今回の。 バカートアワードの解説の中でもトピックになるような、ポートフォリオ、ステートメント、プロポーザル、ま、アーカイブであったりあのプレゼン、まさにプレゼンテーションであったり、トークであったりっていうようなことですが、まあ、そうしたアーティストの作品制作の周辺、あるいはその前後に、副次的に発生していくような活動について、網羅的に扱う、えー、ゼミを立ち上げまして、 その後現職の広島一律大学芸術学部に着任して以降、アーティストセルフマネジメント概論という形で、今日まで、えー、アーティストのキャリア形成、アーティストの卒業後の社会実践の在り方について、えー、教育の現場で、えー、取り組んできたというふうなことがあります、まあ。そうした経緯もあって、えーと、バグアートアワードさんとはです、ね、1回目の,あのプログラムの立ち上げの時から、 えー、関わらせていただいてきて、1回目、2回目、3回目とあの今回に至るまで,です、ね、スクーリングプログラムであったりとか、えー、ファイナリストの方の相談会であったり、まあ、そうした形で、まあ、外部の人間としてです、ねえー、このプログラムの運営に関わってきたというような経緯があります。では、実際にまあ早速、バグアートアワードを応募するにあたってのポイントということで。 要点をお話し要点をかいいいつままみながらお話ししててければと思っていますで今回もですね、この,あの,このバカアートアワードの要項の解説のこの動画に加えて、11月8日にはポートフォリオについて、12月6日にはステートメントについて、1月17日には展示プラン作成について、それぞれオンラインでの講座を用意しておりまして、今回の応募要項のこの解説の中では、 これらのエッセンスになる部分というのをかいつまんで、えー、今日紹介しながらですね、実際に第2回のバグアートアワードでファイナリストに選ばれた志村さんというアーティストのですね、アプリケーションの書類も実際に具体例として紹介しながら、あの今日の講座、解説講座を設定できればというふうに思っています。では早速内容の方に入っていきましょう。 まずですね、えーと、プロポーザルというふうなあの言葉がありまして、これはあの結婚の申し込みを広くプロポーズするっていうふうなあのことからもよく分かると思うんですが、えー、何らかの申し込みをしたり、提案をしたりするっていうふうなことをプロポーザルというふうに言います。なので、今回のバグアートアワードについても、広くプロポーザルを作成するというふうなあのことになるんですけども、一般にですねこうした応募型、 一般に公募があって、そしてそれに応募をするというふうなあの形の、えー、ものをですねオープンコールというふうに言いますが、広くあの、えー、2種類に分かれます、1つがコンペティション型で、ですねもう1つがプロポーザル型というふうに言われるものなんですけれども、このコンペティションというのは、えっと、いわゆる何々絵画対象点というような形で、基本的に作品だけを出す。 で作品を選ぶっていう風ななの形の評価方法になります。一方にあプロポーザル型っていうのは、えっと、その作品だけではなくてあの例えばそのポートフォリオであったり、まあえー、プロポーザルであったり、まあ、略歴であったりあるいは実際にこう、えー、審査員の人に会ってプレゼンをしたりとかっていう形で えっとその評価項目が多岐にわたっていて、作品だけではなくて、その提案するその人を選ぶ、その誰を選ぶかっていうを人を選んでいくような総合的な観点で、えー、実施者を選ぶ、その企画の実施者を選ぶというような形の公募、えーえー、オープンコールになりますで。今回のバグアートアワードについても、まあ、思いっきりというかあの、いろいろと提出物があってですね。 えーまあ、評価項目というか、そうしたこちらとして、応募する側としてアピールできるポイントが多岐にわたるので、まあ、プロポーザル型のコンペティションというふうに、えー、考えて差し支えないかなと思っています。では、実際の提出物、先ほど石井さんからも、えー、内容、あの説明があったと思いますし、もうすでにこの動画をご覧になっている方々はですね、あの応募要項のこのページですね、バグアートアワードのウェブサイトに、 えー、紹介されているこの内容であったり、また PDF で、えー、PDF 形式にまとめてあるものという、両方の種類で、えー、同じ内容が応募要項の内容、スケジュール等が紹介されているものもご覧になっていると思うんですが、大きくはです、ね、3つ、ある3つというふうに分類していいかなと思っていまして、えー、まず1つ目が過去作品資料として、いわゆるポートフォリオですね。 次に各種テキストデータの提出ということで、まあ、CV であったりとか、ステートメントであったりという内容になります。そして3つ目が展示プランということで、これがまあ展覧会プロポーザル、どういうふうな展示を企画するかというふうな内容で、大きくこの3つあるかなと思っています。なので、このポートフォリオ、ステートメント、プロポーザルという提出項目に沿ってです、ね、あの先ほどの説明したような、今回のオンライン講座の内容も組まれているということが確認できればと思っています。 では実際にそれぞれの内容のポイントになるところだけ、今日は紹介したいと思います。まず作品資料なんですけれども、えっと、B、過去作品という項目に振り分けられていますが、A4 縦、PDF 形式というふうに、まあ、一応書式上の規定はあるんですけれども、枚数の上限もなくですね、これはもう過去作品という言葉が使われてはいますが、任意の形式によるポートフォリオというふうに、まあ、あの考えて差し支えないかなというふうに思います。またえっと 今回、この、えー、解説の中でも最後に、バグアートアワーでの特色について改めて整理できればと思っていますが、あの数百の応募がある、非常に何、えー、て言ったらいいんでしょうかね、あのーえー、応募者数も非常に多い、えー、コンペティションにはなりますので、えー、その中でしっかり自分自身の取り組みを審査員の方にアピールをしてい、えー、くためには、やっぱりその今 今回出展しようと思っている作品だけではなくて、やはりその背景になっている、どういうふうな作品をこれまで作ってきているのかっていうような、そうしたバイオグラフィーに関わる、アーティストのバイオグラフィーに関わる内容というのも、やはりしっかりとこう伝えていかないと、なかなかやはり通してもらえないのではないか、やはりなかなかその一番新しい作品なり、今回出そうと思っている作品だけの話で、しっかりそのアーティストとしての強いアイデンティティを示せるのかというと、 やはりなかなか難しい部分もあるかと思いますので、えー、体裁としては、えー、提出任意というふうになっていますが、実質的に審査員の方にしっかり自分の考え、えー、アーティストとしての自分の考えを伝えていくためには、まあ、必須と考えても、まあ、差し支えないのではないかなというふうに思います。で、このポートフォリオの、えー、内容に関してはです、ね、まさに11月8日にポートフォリオ作成講座で1回目の,のバグアートアワードのグランプリに輝いてたらですね、向井さんと、 一緒にこのポートフォリオの在り方について考える講座を設けていますので、そちらぜひ動画でご覧いただければなと思っていますし、第2回目のですね、ポートフォリオ作成基礎講座、第2回目のアワードのときに行った講座の内容をバグのノートでですね、こうした形で 講義録の形で内容が読めるようにしていますのでこちらの内容で細かなポートフォリオ作成に関する作り方のポイントになるところはこちらでも確認いただけるかなというふうに思いますではえっ、ー、と各種のテキストの方に話を移したいと思いますが えっとですね、あこちらは先ほどの石井さんの説明と重複するところもあるんですけども、少しかいつまみながら、えーえー、改めて確認できればと思います。まずです、ね、これ、バガアタートアワードの一つの大きな特色でもあるんですが、えー、っと自分のアーティストとしての起点をです、ねえー、っと自分で設定できるというようなことがあって、初めての制作、あるいはその,、えー、そのきっかけになっているところを100字ぐらいでこう書けるというふうなあの項目があります。 でこれはです、ねえー、っと非常に重要な観点を含んでいて、コンペティションって大体年齢で制限がある場合が多いんですね。えー、例えば35歳以下とかですね40歳以下とか、えー、大学を卒業して何年以内とかっていうの、規定がよくあるんですけども、えっと、ただ、えー 例えば、ある一定の年齢を達してから、えー、なんて言ったらいいんでしょうかね、アート創作活動を始めていく、あるいは中断した時期があって、また再開をするっていうようなことが、いろんな形でアーティストの在り方ってあると思うんですけども、つまり、えー、とエマージングアーティスト向けっていうふうなあのことで、エマージングって、新興のとか新しく出現したというふうな意味なんですが、必ずしも若いアーティストがエマージングアーティストであるわけではないということで、 50歳になっても60歳になっても、えー創作活動、創作発表活動を始めて2年、3年という、年齢としては62歳、3歳だけども、エマージングのアーティストである場合というのはあるわけなので、えー、そうした、えー、状況、さまざまな状況に、えー、対応できる形で、必ずしも年齢を、えー、で、えー、区切らないというようなあの形が非常にあのユニークなところかなというふうに思っています。 で経歴というふうなことで、いわゆるあの私たち CV というふうに言うんですけども、えー、年号があって、その要点になっていくところを、まあ、履歴書のような形でこう書いていくというような形ですね、時系列で年,号年代があって、あと内容があるというような書き方、まあ、CV の書き方になるんですけども、でそうした内容を、まあ、あのもちろん書く欄があるんですが、でそこでですね、えっと、この展示プラン、作品情報のところに、 まあ作品の分類するっていうようなタグがあったりもするんですけども、基本的にですね、ファイナリスト展の展示プランのタイトルって変更できないっていうことがあるので、このファイナリスト展っていうのは6人のグループ展の話なんですね。くどいんですけども。なので、あとでグランプリストになって1人で個展をするっていったときには、改めてもちろん自分でテーマをさらに突き詰めてですね展覧会タイトルと設定するわけなんですけども、この 6人のグループ店のときには、この一時審査ですね、書類を出すときに決めたタイトルがそのまま引き継がれていくという風な形になりますので、あくまで個店ではなくて、グループ店の自分のエリアの ネーミングということですから、まあ、作品あるいはプロジェクトのタイトル等ですね、あるいはその複数の作品、複数のシリーズがによって構成されるプレゼンテーションなのであれば、それを包括するようなネーミングということで、まあ、基本的には作品タイトル、あるいはプロジェクトタイトルをそのまま持ってくるというような形になるのかなというふうに思っています。でえー、とステートトメントに関してですね で800字以内という規定があるんですが、ステートメントというのはですね、ア、えー、ートの世界では広く一般的にアーティストステートメントというふうな形で、えー、世界共通でというか、使われる言葉なんですけれども、まあ、作家本人によって公開される文章形式での所信表明というふうなことで,です、ね、まあ、作品の背後にある考えとか制作の過程。 そうしたものを作者自身が説明、言語によって説明をして、鑑賞者の作品の理解を助けたり、深めさせて得るものとしてあります。まあ、作品について説明してくださいっていうふうに言われているわけですね。で、えー、プロポーザルにおけるステートメントのポイントっていうふうなことでですね、えー、まずですね、えーと、800字っていうふうに規定がある場合には、やっぱり1分、2分で、えー、もちろんあの、ややちょっとこう、あの 読み手を突き放すような形で、ですねポーンと言葉をその作品のに添えたいというようなことっていうのは、アーティストの心情として、まあまああることだと思うんですけども、まあ、きちんとやはり審査の人に自分の作品の構造であったり、背景であったり、まあ、射程であったり、まあまあどういう形、どういう作品なのかっていうのまあ伝えなきゃいけないというふうなあの状況ではあるので、まあ、しかもですね、えー、と数百のアプリケーションがある中で、物理的にすべての あの300なら300、400なら400っていう書類に、すべてこう目を均等に通していくというのは、実際的には難しいことだというふうに想定、えー、推察されますので、えーアプリえー、これがプロポーザル、で公募型の書類の中での話というふうなことも踏まえて、やはりですね、えー、っとある一定のやはり実数は作品の説明には必要だろうと。 空欄があれば大体8割以上ぐらいの分量っていうのをやはり目安にして考えるっていうことが多いのではないかということと、サビ頭構造文ということで、やはりまあ最初に文章の冒頭にですね結論なり、論点なり、要約なり、やはりエッセンシャルな部分っていうのをやはり持ってくるという、その後読んでもらえるようにですね、しっかりその。 え強く引きつけるような内容というのを最初に持ってくるというような工夫はあってしかるべきかなと思います。で、得てして抽象的な内容、ポエティカルな内容というふうな形で、ですねアーティストステートメントの在り方というのは、本当に多岐にわたって実際にはあるわけですけれども、作者が作品に添える言葉っという,ふうなものの在り方はものすごくたくさんありようがあるということは、もちろん重々承知な上でで、すねやはり今回、公募型、公募の書類というふうなことがあるので、 具体的に何やってるのかっていうことをやっぱり伝えるということがあの非常に重要なあのことですから、やはり、what と why と how ということで、何をやってるのか、なぜそれをするのか、でどうやって作ってるのかっていうふうな、まあ、そうした具体的にその作品の成立に関わる内容をやはり伝える、伝えられるものというふうなことにプライオリティがあるかなというふうに思っています。で、これもですね、ちょっと言い方が難しいんですけども、まあ、アートで品質する 単語の言い回しっていうふうなことが書いてある書いたわけですけども、例えば、記憶、日常、空間、光、身体とかっていうのは、アートの主題として非常によくあるもので、アーティストステートメントの中にでもです、ね、やはりこうした言葉って品質するというふうなことがあります。つまり、まあ、普遍的といえば普遍的とも言えるんですが、普遍的というのは、 言い換えると凡庸さにもつながりかねないということで、もちろんこうした用語を使うっていうふうなことが悪いわけではないんですけれども、えー、やはり自分自身、例えば日常、日常、この書類も日常、日常、日常、日常っていうふうにこう、例えばつな、続いて,にっていくっていうふうな状況もあったりするわけなので、まあ、こうした自分自身のこう観点、どのように自分自身が日常っていうふうなことを捉えているのかというようなですね、そうしたあの、えー 自分の論点、観点というのがやっぱり明示できるようなことを工夫されるといいかなと思います。800字というのは大体、会議をも入れると大体これぐらいの内容の文章量というふうなことですね。はい、では、ファイナリスト点の展示プランということで、えっと、展示プランについてはですね、あの先ほども石井さんからの説明があったと思うんですが、いろいろ書いてある。 しなんか出すものもいっぱいあるなというふうな、うん、うんというふうになるかなというふうに、まあ、こうした応,応募要項の説明を見ると、ですねちょっと慣れちゃうというかあの、どうしようみたいになるかなと思うんですけども、えーっとですね、ちょっと具体かいつまんで、えー、っと内容を読み解いていくと、実際にはですねかなり自由な書式であるということが分かります。えー、展示図面展示プラン 出展作品という,ふうなのは、ですね要は 1, 2, A の1、2、3に当たるものですけども、まあ、任意の形式での展示プロポーズ展覧会プロポーザルというふうに解釈できますし、まあ、それに付随して、まあ、エッセンシャルな、えー、一番その自分のビジョン、コンセプト、そうしたものを端的に表す画像を1枚選んで、それを出してくれという,うな話なんですね。で注意しななけければいけないのののはこ A 1>, 1番で、これは必須になっているものになるんですけども、え展示図面っていうふうなあのことでですね、えーっと、先ほどのバブアートアワードの、失礼、えー、応募要項のところからもですね、こうした図面をダウンロードすることができます。で、この図面を A4 で、えー、出してくれっていうふうなことが必須だっていうことなんですね。いわゆる、えー、立面図、えー そして正面図、通常、我々フロアプランというふうに、これ、いう形式の図面を呼ぶわけですけども、要は、このよう,うな状況に対して、えっと、どこに作品を置くのかっていうふうに思っているんですか、ここの話なんですか、ここの話なんですかっていうことは、まず分かるようにしてくださいというふうな意味で、この A の1の展示図面っていうのはあるわけです。じゃあ、その内容ってどういうふうなものなのかっていうところで、展示プラン2でですね、あるいはそれに、 伴う出す作品のより詳しい説明ということで、えー、2とか3っていうのがあるということなので、書式としては、まあ、このフロアプラン、会場の中のどこに作品を置くつもりなのかということは分かるようにしてくれということは前提としてあるんですが、それ以外は、えっと、枚数も自由だし、書式も自由で、とにかくあなた一体、展示で何をやろうとしているのか分かるようにしてくださいというふうな意味で考えていいかなというふうに思います。 で動画データっていうことで、ですねこれ、もちろん、ね、映像系のアーティストとか、まあ、例えばサウンドを扱っているとかですね、いわゆるタイムベースメディアっていうふうに、通常我々言いますが、そうしたアーティストに関しては、動画をまあ添付するっていうことは必須だろうというふうには、あの動画ないとちょっと分からんですからね、何やってるのか、例えば映像が含まれてるインスタレーションとかっていうことも同様だと思うんですけども、えっ、ー、とですね、まあ、これ、あの、 書式を見ていただけると,です、ねえー、と、展示プランに関連する動画を1本のみ提出することができるというふうに書いてあるので、必ずしもです、ねえー、と映像系のアーティストとかサウンド系のアーティストじゃなくても、自分の作品を説明するために動画が必要だと、展示プランを説明するために動画が必要である。あるいは CG で。 えー、展示シミュレーションを行って、それをアニメーション動画にしましたとかですね、会場に入るとこういうふうに作品があるよというふうなことが、3D の映像のアニメーションとして分かるみたいなこと、つまり展示のシミュレーションとして、それを動画を作成して、それをアップするということも、構わんというふうな形にも読めるわけですので、それぞれの、えー、作品の内容、ありようにです、ね、アピールの仕方によって、えー、こうしたな、えー、ことは工夫して、プラスアルファで工夫していけるのかなというふうに思います。で 展示条件についても、ですね先ほど石井さんからも説明があったので、重複はあの避けたいと思うんですけども、えっと、バガータワードの会場、かなり天井高がありますので、脚立使って上がれる範囲っていうことですから、え天吊り展示っいうのは基本的に難しいかなというふうに考えていいかなと思います。で、えっとまあ、重量の制限とかもあるんですが、これはまあ特に彫刻系で石とか金属とか、まあ、かなり重量のあるものの。 を扱うアーティスト以外はあまり、えー、関係ないかなと思いますし、えー、搬入サイズっていうのが非常に重要ですね。あの入り口から入らないといけないっていうことなんですけど、分割して、えー、搬入をして、その中で組み立てる、あのどうやってあのこのちっちゃい部屋にこんなでかい作品入れたんだろうみたいな,ふうなことって、私たち実際、鑑賞経験として驚くっていうことがあると思うんですが、分割して中で再構築するっていうことは、まあ、かなり可能ですし、サイズは相当でかい。 搬入口あるので、まあ、かなりこれもあの自由度の高い空間かなというふうに、空間設定かなと思います。で、えー、っとですね、まあ、こちらあの、えー、石井さんからも紹介された図があるわけですけれども、まあ、こういう形でどの辺の場所を使うかってことをまずイメージをしてですね、えーまあ、こうしたコーナーのです、ね、床に対して壁が2つ使う、あるいは、えー、っと床に対して壁を1面だけ使う、通常、我々 L 字空間というふうに言いますが、 あるいは壁に依存せずに部屋の中腹を使うというプラン、あるいは、えーとまあ、壁を2つ立ててという前提ですけど、ね、この字型の空間を、えー、設定するというような形で,です、ね、この際の床面積が9平米を超えないということですね、まあ、1×9 とかっていうこと、2×4.5、えー、とか、3×3 とか、まあ、そういうふうな形で平米数から、えーこのえー、最大展示幅を、た最大展示の、えー、領域というか、そうしたものを考えるということになります。 で展示シミュレーションについてもですね少し触れておきたいと思うんですけれども、まあ、通常、我々会場構成案、展示想定図ということで、えっと、やはりまあ今日のですね美術の状況を考えると、まあ、空間の中に、えー、作品が、まあ、絵画であれ、彫刻であれ、ですねそうしたさまざまなメディアで、どんなメディアであっても、その空間の中にどのように作品がその空間との有機的な関係性の中で配置され、 鑑賞の,その動線の中で、その作品を空間と伴ってどう受容できるか、そうした展示、どのように展示されているのかということをもって、作品の成立、作品の最終形というふうに考えるわけなので、この展示シミュレーションというのは、要はですねまだ見ぬ作品、作品が空間に置かれている展覧会の絵、作品の完成形というのを示してくださいというふうな、あの展覧会の絵を描いてくださいという、示してくださいというような意味で理解できます。 で展示シミュレーションに必要な資料というのは、まず平面図、立面図ですね、えー、こちらのバグアウトアワードの中に示されているこの平面図、立面図というのがまず必要になりますし、えー、展示会場の写真ということで、ですね、えーと、こうした空っぽの写真というふうな、展示物が何もない状態の展示の写真というふうなものも非常にあの活用する、えー、つまりこの中にいろいろとこう自分の作品の内容を書き込んだりするという,ようなことですけども。 あとですね、バグアートアワードのですね、えっ、ー、と、ウェブサイトにはですね、えっ、ー、と、トップページに行っていただいてですね、そこから、アバウトっていうページがあります。で、アバウトのところにですね、スペースについてっていうこのタグがあるので、そこを押すとですね、えっ、ー、とですね、こうした、えっ、ー、と、動画で、 このスペースの中、内容っていうふうなものが、えー、紹介されているっていうふうなそのコンテンツがあり、また、えー、っとこの 3D データということで、オンライン上でですね、この空間全体のいろんな視点を設定して、ビューイングポイントを設定して、えー、3D の,、えー、の空間の中でさまざまにこの空間を えー、シミュレートするということもできますので、まあ、こうした工程図ツを活用すると、えーまあ、例えばこれをスクショを取って自分の作品の内容を書き込むとかですね、えー、写真だけではなくて 3D や映像からも、えー、こうしたあの展示シミュレーションの素材になるような、えー、イメージっていうものが抽出していけるかなというふうに思います。まあ、展示シミュレーションの方法というのは、もう本当に多岐にわたってあってですね、 これらの内容については、1月17日の展示プランの作成講座の中で、かなり詳しく説明したいというふうに思いますので、ぜひそちらの方を参照いただければなというふうに思うんですけれども、やはり具体的にマジでそこで展示をしますっていう話をするわけなので、やはり正しい数値とか比率に基づいた、具体性のある、現実感のある作画っていうふうなものが必要になると。 もちろんなんだけども、自分のコンセプトやビジョンの魅力、そうした特色がですね面白いっていう風な、その魅力が伝わる作画っていう風なことがあるし、通常、展示シミュレーションを行うときっていうのは、一つの方法だけで、どれか一つの方法だけで完結するということはあまりなくて、複数の作画方法っていう風なものを併用するというようなことがあります。 またヒューマンスケール、人間の実際のサイズに対して自分の空間であったり作品のスケールを示す、相対的に示すというようなこともあったりするので、詳しくはですね展示プラン作成講座、ぜひこちらも合わせてご、えー、ご覧いただければなというふうに思っています。でこれがちょっと今日のあの私のタスクの最大のタスクかなというふうに思っているんですが、あのベネチア・ビエンナーレですね。 えー、ちょうど今、開催中でありますけども、えーっとですね、2019年、2017年、2015年のですね3回の日本間代表を決めるコンペディションというのは、えー、プロポーザル型で行われていたんですけども、その実際の審査に提出されている書類ですね、プロポーザルの書類が、2019年、2017年、2015年の時の3回分のですね、 書類がウェブサイトで公開されていますので、こちらの内容で,です、ね、は今、私たちが日本語でアクセスできる展覧会プロポーザルの資料としては、最も良質で熱意のある、完成度のあるプロポーザルが、こちら、公開されているというふうなことになりますので、ぜひこちらの内容を見るだけでもですね、 えー、展示プロポーザル、えー、展覧会のシミュレーション、どうやって進めていくのかっていうふうなことは、この内容を見るだけでも、あのかなり多くのものを得られるんじゃないかなというふうに思いますので、えー、ぜひ参照してみてください。そして最後にですね、えー、PDF についてもあの触れておきたいというふうに思います。えー、PDF なんですけども、まあ、ポータブルドキュメントフォーマットっていうことで、えーっと、実際に作成しているときのワードでもあの、インデザインでも、えー、イラストレーターでも、そうしたアクティブなデータではなくて、 えとですねまあデジタル上で紙に焼く、デジタル上なんだけど、紙に焼かれたような状態っていうような言い方をしたりもしますが、どんな端末であったり、どんな環境であったとしても、作ったときと同じ条件であの見る人が、受け取った側が見れるっていうような形のものではあるんですが、広くデータやり取りするときには PDF にしますよね。この PDF に関しては、ですね あの印刷するっていうことを前提にした PDF と、配布するっていうふうなことを前提としたファイル、えっと、PDF では、全然ファイルサイズっていうのが違います。で、データダイエットっていうふうなことも言われたりしますが、基本的に PDF を送ったり、やり取りするときには圧縮するっていうふうなことが行われるっていうふうなことは、情報として伝えたいと思います。私ももいろんんな PDF のの圧縮の方法を試したんですけども PDF 圧縮とかっていうふうにこう検索すると、いくつかですね、オンライン上で PDF 圧縮するサービスが出てきます。結構高効率に、つまり画像とかもあんまり痛めずにというか、効率よくデータを圧縮してくれますので、 ご自身であのいろんなソフトを使って、えーと、PDF 作成されると思うんですけども、その後ですね圧縮するっていうふうな作業を通して、適切なデータサイズっていうふうなものにするっていうふうなことを心がけると、ですね展示プランと,、えー、とポートフォリオ、過去作品資料で30メガバイト以内というふうな規定があったかと思うんですけども、30メガバイトって相当な量のページ数、まあ、多ければいいというふうなわけでは、もちろんないという前提はあると思うんですけども。 30メガバイトの PDF ってうまく圧縮すれば、もうかなりのページ数、100ページ、200ページ以上でもあの画像枚数によっては全くもって構成できるぐらいの大容量のデータも作成できますので、圧縮については必ずご自身で検討されて、ですねで、圧縮して書き出したデータの確認をして、画質とデータ容量のバランスを取りながら、 提出するデータを最終的に割り出していくというふうな作業を行っていくとよろしいかなというふうに思います。では、ちょっと解説が長くなってしまったんですけども、実際にですね2回目のバグアウトアワード、えー、6名ですね、ファイナリストに選出された、えー、志村翔太さんの、えー、最終審査、えー、セミファイナリスト、えー、20名選ばれて、6名の実際のこのグループ10ファイナリストを選ぶときの審査。 までですね提出された書類を見ていきたいというふうに思います。えーとですね、まず、えーと、志村さん、こうした形でトップページに、えーえーまあえー、とメイン、ビジュアルになる画像を選定されているんですけども、志村さんですね、えーとえー、とご自身で取り組まれている内容が、えー、小説と映像というふうなものを、まあ、ある種インターメディア的に、間媒体的に、えー えー、追求された独自の、えー、モビル文学という,うなあな形式を採用されているという,うなあな形式をご自身でこ、まあ、考案してという,うな形で、えー、そうした内容についてプレゼンテーションされているんですけれどもつまりご自身で小説を書かれる文章との非常に強い結びつきがあるという風な文章メディアとの非常に強い結びつきがあるということなんですけれどもこのですね経歴の書き方もですねある種こう、私小説的な書き方でですねいわゆる 何年4月にどこどこ大学入学、何々学部入学みたいな、こうあのリレクションのような書き方、あるいはアーティスト活動歴であれば、何年の何月に、えー、展覧会名、えーえー、ギャラリー,、えー、都市名みたいな形で書かれるのではなくてです、ね、それ自体がこうあのご自身の詩小説のような形で、ナラティブとしてあの書かれているという,ようなことがありました。 で例えば、それもです、ね、非常にこうユーモアラスに書か,かれていて、まあ、食っていくためにプログラミングスクールへ入学、パソコンとインターネットを完全に理解したという,ふうなことで,です、ねえー、このそっけない履歴書の CV の形式の中にもです、ねまあ、ご自身の、えー、文章、あるいは作品の内容と関係していくようなスタンスでの。 えー、エッセンスを盛り込んでいくという,う非常にこうユニークなあの書き方があって、私自身もプロポーザルあの、志村さんも拝見したときに非常に印象的だったというのがあります。でえっと、作品の内容に関してのです、ね、まずステートメントに当たるものなんですけども、えっと、800字以内で600字ぐらいは書いた方がいいんじゃないですかみたいな話を先ほどしましたが、えっとあの、志村さんの場合にはむしろもっと非常にコンパクトにまとめられていてですね。 えっと作品のタイトルはですね、モビル文学、東京ボーイズガールズということなんですが、えー、っとですね、モビル文学シリーズは、自転車を使った移動並びに撮影技術を文学表現と融合させることを目指して、映像装置に改造した自転車を用いて、各街をテーマにした小説をキャンバスとしての都市に描き出す連作であると。つまり、ある場所を え題材にしたある,あるいはある場所を背景とした小説というふうなものがあって、通常、それを々テキストなりデータとしてこう見るわけですけれども、それを実際に自転車から、ですねその小説の内容をその題材となった場所であったり、背景となった場所に自転車で移動しながら投影して、その状態を映像で収めたものを作品として提示するというふうな内容なんですね。で その街っていうふうなものとそれが非常にこう関わっているというふうなあのことで、またそのご自身の,その、えー、街をメディアとして、えー、映像と、まあ、テキスト、その2つによって、えー、着地していくこの方法をのびり文学というふうなあの、まあ、ご自身の手法であり、まあ、テーマでもあるというようなことで、まあ、あのそうした簡潔に。 えー、しかも具体的かつ分かりやすく、またその魅力が伝わるように、端的にこのステートメントがまとめられていることも非常に印象的でした。で、えーとですね、最初のその展示図面というふうなものは、こういうものということで考えていいわけですね。つまり、あのど,こどこに自分の作品を展示するのかっていうふうなことが、まあ、分かるように示してあるという意味です。で、島、え、田、ーえー、さんもちろんですね、動画の えー、作品を作っていらっしゃるというふうなことなので、ちょっと今日内容までは割愛いたしますが、YouTube でその内容が見れるようにですね、このプレゼンテーション用の動画を編集されて、えー、アップされていました。で、えっ、ー、とですね、あの実際にまあこの、えー、っと作品は、一、えー、回目やったことがない作品ではなくて、えー、っとこうした形で,ですね、前例があるわけですね。あの でこの時には、えー、っとでには、ね、これですね、大垣ロスト,、えー、ロストデ,ィスディスティネーションというか、大垣ロストディス,ディスティネーションというふうなことで、ディスティネーションって目的地とか行き先みたいな意味ですけれども、えー、こうした大垣というのは、岐阜にある、えー、場所ですけれども、実はあの、えー、っとこうしたロードムービー的な小説の要素を含んだ、ある種、紀行文というふうな形式を取った内容になっているんですが、 大垣がですね、松尾場所の,の奥の細道のですね、終着点に実はなっているという,ふうなこともあって、まあ、ご自身が今、えー、大垣で活動している、活動拠点にしているということもあって、大垣という町を舞台にした小説の内容を実際に書いて、えー、それを大垣の町の中に移しながら、ですね、自転車でこう走っていくというか、自転車で走りながら、その地面にこの小説の内容が投影されているという,ふうなことが、えー、書類からも分かるわけです。 で実際に、えー、展示プランとして出てきているものが、こういうふうな感じで、えー、展示しますよというふうなイメージがあるのと、内容としても過去作をそのままやるというふうなことではなくて、新しくです、ねえー、このバグアートアワードの会場が東京駅周辺であるということも踏まえて、えー、その場所にちなんだ3つの 作作品を作りますと3つの小説を作りますということで、有楽町 Waiting for You、日本橋ステーションズハイウェイ、銀座ヤングカープというふうですねまさにその東京駅を取り囲む3つのエリアにちなんだ内容というふうなものを作って、これを先ほどの大垣ロストディスティネーションと同様の手法でやりますということなんですね。で えと東京駅はです、ね、まさにその、えー、新幹線の、えー、なんていうんでしょうかね、東海道線、まあ、あるいはあの東北の方もそうですけども、日本全国をつないでいく、まさに旅,を旅の人の行き来をするプラットフォームであるわけですよね。また、この日本橋は、あの東海道のです、ね、かつての東海道の起点になっていた場所でもあるということで、さまざ、あ、まなその、まさに自転車で移動していくというふうな身体性を伴ったこの勉学の在り方。 新しい文学の重要、成立のあり方という,ようなものを映像や自分の,その運動を通して、自転車という風なメディアの中でこう体現されようとしている取り組みを、バグアートアワードの空間だけではなくて、バグアートアワードが東京駅近くにあるという、その場所性にもう言及しながらですね展開されるというふうな、非常にこうあの明瞭な、かつ魅力的、魅力がその伝わる、取り組みの特色が伝わるあの書類であったかなというふうに思います。 でえっと、過去作のです、ねえー、についてもです、ねえー、通常のポートフォリオという,ふうな形式というよりは、あのこのご自身が取り組まれているこのモビール文学の内容につながっていくようなものとして、まあ、メイン画像であったり、あるいは,、まあやはりえー、テキスト、えー、言語に関わる内容であったり、あるいはご自身がははインターメディア的表現ということで、メディアアートの文脈をある種背景にしたアーティストであるということで、まあ、そうした取り組みが。 これまでのつながりがですね、あの端的に、まあ、つながりとしてあの、背景として読み解けるような、まあ、情報をある種せい整理する形で、えー、ポートフォリオは再編されていたというふうに見ました、はい。もちろんすべてのいろんなポートフォあの、えー、応募書類にはそれぞれに魅力があったわけなんですけれども、やはりあのこうした最初のですね志村さんの書類の中では、まああの、経歴の書き方、そしてその、えー、作品の えー、テーマの説明の仕方そして内容等に含めて、えー、非常にこうクリアなあのキャラクターがあの提示されていたというふうなことで、書類での、えー、印象というのはやはり強く私自身に残っていたというふうなことがあって、今日一例として紹介させていただきました。はい、ではです,、ねえー、っとですね、この後はですね、えー、バグアタアワードに特色ということで、えー、またちょっと石井さん 運営の石井さんとですね、えー、改めてこのバグアートアワードの,あのカラー、特色や特色についてですね、お話を一緒にしていければなというふうに思っています。石井さん、お願いします。よろしくお願いします。はい。で、やはりバグアートアワードは、えっと、新しいあのアワードで、あのえー、現在、えー、ようやくというか、えー、っと1回目の,あのグランプリストの方の展覧会が、えー、っと、年明けの 2025年の2月から、はいはい、予定されていて、2回目の,あのファイナリストの展覧会が、えー、ちょうど先日10月まで行われていて、はい、まあ今3回目がということで、1回目と2回目と3回目のプログラムがですねそれぞれのこう段階でパラ,ラレルにこう展開していきながら、まあ、今回の,あの応募があるというようなあの形になっていまして、あの最初の石井さんの説明にもありましたように、まあ テーマや手法、えー、そしてジャンルはですね、と、えー、もんで、まあ、新しく、えー、新しい取り組みをやっていこう、これからのアーティストとしてキャリアを、えー、作っていこう、年齢を問わず、えー、そういうふうなところにまず、非常に運営の,の方々のですね、えー、センターとしてのビジョンがあるのかなというふうにはまず思っていました。で、えー、バグアータワー,ードのまあ特色をですね、えー、ちょっといくつか思い当たるだけ。 ちょっと上げてみたんですけども、まず最初の説明で言うと、プロポーザル型の要素の強いコンペティションということで、提出する項目がたくさんあるというのは、ややどうしても応募要項が複雑になりますし、これはちょっとなかなか大変なんじゃないかなというふう、それを出すのは大変なんじゃないかなというふうに。 応募を考えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですが、逆に言うとアピールできるポイントがたくさんあって、そうした総合評価で、あのしっかりとあの、えー、取り組みをあの見てもらえるというのが良さがまずあるんじゃないかなというふうに思っています。実際、の審査の,あの方々も非常にあの丁寧にあの、えー、当たられてるんじゃないかなというふうに思うんですが、いかがでしょうかね。はい そうですね、あの先ほどお母さんから志村さんの資料をご紹介いただきましたけれども、あの皆さんが応募フォームに入力していただいたテキストだったり、PDF がああいった形であの審査員側にあの提供されるようになってまして、まあ、審査員の方にもかなり余裕を持った期間であの資料をご覧いただくように、あのこちら側も運営しているので、まあ、結構細かく見ていただいたりというようなところがあります。はい。 やはりですねあの、まあ、バジェットですね、予算の,、まあ、あのサポートの手厚さということで、あのまあ、当面の,その、えー、っとファイナリストに選ばれると、まあ、制作費20万ということで、あのただこれあの、いろいろと交通費とか、相当の,、はい、のことがまた別途あるということですし、もちろんあのファイナリスト、えー、っとグランプリスト、最後1人になった時には、 あの制作費で300万ですから、これ、あの300万の制作費っていうのは、えーっと、美術館クラスでもというか、国際展クラスというか、なんて言うんでしょうかね、かなり発動の,の幅が広がっていく中でも、300万円の制作費、まず担保されているというふうなことは、まあ、なかなかない場合もあるということで、非常にあの手厚い内容かなというふうに思います。このサポートに対ししても少し 改めて、あのこの、えー、方針というんでしょうかね、少し改めてお伺いできればと思うんですが、まあ、お金だけではないっていう、あると思うんですねそうですね、まあ、ちょっと冒頭でもご説明したように、まあ、やっぱりその審査会以外のプロセスっていうところでも、まあ、このアワードを経て成長していただきたいというところを、まあ、ファイナリストの方はもちろんなんですけれども、私たち事務局としても全力で応援していきたいというところがあります。 まあなののでその各プロセスごとにまあ例えばあの二次審査の手前だと菅良平さんとあの1対1で面談をしていただくっていうのもまあ結構、濃密にいろいろ菅さんからフィードバックをいただいたりですとかまあファイナリストに選ばれたあとは実際にあのインストーラーの方とどうやったらこのプランを実現できるのかっていうところをあの繰り返し壁打ちをしていただくこともできます。ささっき実はご紹介いただいたただ志村翔太さん はあの展示の経験がこれまでになかったんですけれども、あの今回、バグアウトアワードで初めての展示をするというところで、まあ、あの繰り返しあのインストーラーの方に何度もご相談をいただいたりとか、あの細かいテストを何回も重ねて、まあ、この展示が実現したというところで、あのはい、今、見えているものですね。 まあ結構ご自身の作品についてこれまでは自分なりに制作を続けられていたんですけど、まあ、周りのインストーラーであったりとかあの菅さんのような講師をはじめとしたあの方だったりとか、まあ、あと結構ファイナリスト6人でいろいろとお話しいただく機会もあるので、まあ、そういったいろんな意見が刺激になってあの展示を完成させることができたっていうのが、まあ、すごく志村さんにとっても大きな経験になったというお話も。 いいいただいているので、まあ、そういった意味で結構いろいろコミュニケーションをとって、まあ、ある意味ちょっとおせっかいを焼きながらあの展示をしていただけるというのもバグアタワードならではかなと思っています、はいえー、とそうしたですね、まあ、まさにいろんなあのレクチャーやそうしたインストーラーの方との,あの仕事であややり方であったりまさ,あのまさに運営の方との非常に距離の近い中でのこの,のプログラムが続いていくというところで。 やはりこ,うこれから、何と言ったらいいんでしょうかね、あのより社会的な、えー、創作の実現というか、そうしたダイナミズムにはいろんな人が関わっていくという,う、創作にさまざまな人が関わっていくということがある段階からは非常にこう重要になっていくというところで、あのそうしたことに非常にあの特化した、あのまあ、実際の,その展覧会というのはどうできていくのかというふうな生態系に非常にこうコミットした。 プログラムのあり方が組まれていて、まあ、あれだけの工程が生まれていくという,ふうなあのことなんだろうと思いました。でえー、とまたこれもあの、ちょっとここともかかなってくるんですけども、まあ、バガータアワードはあの、えー、とこうした、えー、アワードだけやっているわけではなくて、アートセンターとしてのまあ企画展をつじょあ常時さまざまなプログラム展開されているということで、えー、またその審査員関連プログラムにも、えー、美術館の 学芸員の方であったりとか、現在あの活躍されているアーティストの方々であったりとか、そうした非常にこのアクチュアルなアートの現場、第一線で活躍されている方々が変わっているという、そのまあダイナミズムというか、アクチュアリティというのが、やはりこのバグアートアワード、またバグアートセンターにですねあのまあ関,係関係していくという風な一つの魅力でもあるのかなと思っています。ス、まあ、スペースもですね 立地と特色と魅力っていうのは、もうこれはあのスペースを見ていただければというか、写真を見てるだけでも、まあ、ある種、この仕方の非常にこうフラットな空間ではありますが、えー、本当にその天井高も高いですし、まあ、いろんな活用の仕方っていうふうなものがこうあの考えられ、いろんな形でこうインスパイアされるような空間でありますし、またその、えー、東京駅近く、あの銀座、えー、日本橋、京橋、あのまあ まあひまあ、なんて言うと、もうちょっと説明のしようがないですけども、まあ、その立地の魅力、アクセスの良さ、えー、空間の魅力というか、そうしたものはもう本当にあの素晴らしいなというふうに思っています。やっぱりこう、行くとここでやりたいなっていう、ここで展示してみたいなっていうふうな、あのいろんなことをやっぱりアーティストが思い描ける、その自分のビジョン、欲望を投影される、あの投影しうるような空間の魅力があるのではというう思います。で ここがやはりあの非常に最初、石井さんも丁寧にあのアクセントを説明されていたところで、やはりあのえと現在、ああ文化、芸術、芸能に関わる人々の、ですねまあこれはアーティストだけではなくということなんですが、そうした労働の条件であったり、社会的な立場であったり、あるいはフリーランスというふうな職業性の中での問題であったり、いろんなことがあのまあ今日、 あるわけけですけど社会の中で問題視されているということがあるわけですけれども、まあ、そうした中で、非常にあの透明性の高い、えー、またライフステージの配慮、パートナーシップ、そして、えー、まあキャリア支援というののの観点で、ですね、えー、非常にあの、えー、プログラム、隅々に至るまで非常にこう配慮されたあのり方があるのかなというふうに思いましたし、やはりあのこの地方在住者の方へのまあ配慮というふうなところで、 まあどうしてもこうした大規模なコンペティションというのは、えー、大都市圏、まあ、特に東京ですね、まあ、かつて東京と日本は同義だったみたいなぐらい言っていいぐらいの,その、えー、世界像ってあったかもしれないんですが、やはり、まあ、あのコ,ロナ期もコロナ禍も経て、ですねあの東京一極集中というのは社会的にも変わってきているし、あのまあ、そうした地方在住の方にも、えー、こうした。あの チャンスが東京に住んでる、埼玉に住んでる、神奈川に住んでるというふうなことじゃなくても、いろんなチャンスが提供でき、チャ,チャンスが提供されているというふうなことも、あの非常に魅力的なところかなと思いますが、このあたりは、立ち上げの時からあの非常に強く意識されていたところでしたよねそうですね、まあ、やはりその、まあ、バグの方向性としても、さっき菅さんおっしゃっていただいたりまり、す、ま、べ、あ、ての、まあ、どこに住んでいても、あの ま,あまたさっきの,あの志村さんの事例のように展示経験が浅い方だったりとかまあそういった展示経験だったりとかまあ地域にかかわらずあの遜色なくあの参加していただけるアワードというところを一番に目指してましてまあ特にそのまあ遠方にお住まいの方に関してはどうしても審査会ですと対面審査だったり設円撤去でしたりとかあの東京まで来ていただくというステップはあの まあ回避することが難しいので、まあ、その分の交通費の負担だったりとか、まあ、あと必要に応じて宿泊費も支給させていただいてます。であのこれまで1回目と2回目もファイナリストであの遠方にお住まいの方いらっしゃったんですけど。 えっと直近だと前回あの岩瀬海さんというファイナリストの方は秋田県にお住まいだったのでかなりあの毎回あの時間をかけて来ていただいてたんですけれどもまあその分打ち合わせだったりあのトークイベントだったりとか設営だったりとかでそれぞれ34泊ずつしていただいて在労もその分多くしていただいて来場者の方ともコミュニケーションを取っていただいたりっていう経験にもつながっているので。 まあちょっとその辺あたり、もし遠方に住んでいて、なかなか東京のコンペティションはちょっとっていうようなことが、ああ今までハードルに感じていた方にこそ、ぜひ挑戦していただきたいなというふうに考えてます,でです、ね、この募集時期にもあの着目されるといいかなというのが、1月22日から2月26日ということで、応募規定応募要項自体はもうすでに。 あの発表されているわけですけども、実際の募集期間は、えっと、1月から2月なんですね。で、えっとですね、これはあのもちろん、そのバガアートアワードではあの、エマージングアーティストということで、幅広い年代のこれからやっていこうというアーティストに向けて作られているものではあるんですが、だと思うんですけども、えっと、そうは言っても、やはり、あの 若いアーティストがこれからどんどんやっていこうというふうなこともたくさんもちろんあるわけなので、この募集時期がですね、大体あの、各美術大学の卒業制作展の、えー、時期とほぼ重なっているというふうなあのことは注目すべきかなというところで、えーとまあ、極論を言うとというか、あのまさに10月。 9月、10月ぐらいから、まあ、私も美大で教員してますけど、まさ、あ、に卒業政策、本格的に取り組んでいって、その発表をする内容があって、まあ、それに伴う,う資料も作っていくっていうふうな時に、このコンペティションがあるということで、まあ、一時審査では、あのその内容をプランとして、まあ、ある種、画像であったり、テキストであったりで、そのままこう出していくっていうふうなことも、 まああの可能なのではないかというふうなあのこと、まあ、どこにもそれがやっちゃいけない、未発表であるということは書いてあるわけではないですから、あのそうしたところで、ですねあの卒業政策、まさにこれから社会に出て、自分の,その創作の展開をどんどん考えていきたいというふうな人にとっても、あのこの応募集時期というのは非常に重要なものとしてあるのかなというふうに思っています。いかかがでしょうかね、うん そうですね、まあ、募集時期は今、菅さんがおっしゃっていただいた通り、まり、あ、卒業政策でまあ制作いただいたものに関しても、あのそのまま,まあポートフォリオとしてアップいただけるようなあのプロポーザルになってますので、ぜひまあそのあたりも活用して、あの卒業政策も生かしていただければなというところで、はい、この時期に設定させていただいております。でですね、私もあの1回回回目目から、えっと、今回3回目までずっともう 1>, 1年2年ぐらいあの運営の方々とまたその、えー、実際に応募された方々と交流してきたんですけどもあの先ほどちょっとさらっと言ったこのサポートということであの私もたくさんコンペティションであったりとか、えー、いろんなあのプログラムサポートプログラムのお世話になってあの今までやってきたというのがあるんですけどもやっぱりこうその 賞をもらったり、その場で関係性が終わってしまうっていうようなことも、まあ、あったりはしてですね、であのまあ、運営の方々あの、今日石井さん、他、えー、何名も運営のスタッフの方,方々いらっしゃるんですけども、非常にあの、えー、アーティスト、えー、の方々とも非常にこうスクラムを組んでいて、先ほど 石井さんからもキーワードとしておせっかいというふうなあのキーワードが出ていましたけれども、そうした密なあのやり取りで、まさにこの最もこうした私たちがアーティストがこれからやっていくにあたって、えー、これからやっていこうと思うアーティストにとって、もちろんお金は重要です、展覧会の機会は重要だと思います、それはもう本当に言うまでもないんですが、やはり人との出会いっていうのが、あの何よりも。 やっぱりアーティストとしてやっていくその、えー、領域でやっていくという上では、まあ、重要なリアリティを持っているのではないかと。でのアーティストの方々あのもちろんその一つのショーを競い合う間柄ではあるんですけど1回目を見てても2回目を見ててもなんかみんなすごく,あの、えー、仲,よく仲良しというかなんかそうしたアーティスト同士の,あ,のある種こう、えー、グルーヴ感。 コンペではあるけども展覧会を作ろうっていうそのグループ感を共有しまたその運営の方々、えー、との,その、えー、非常にこうスクラムを組んだ取り組みっていうふうなのはひ、まあ、一えに運営の方々のお人柄や取り組みの熱意にあのよるものなのかなというふうなところであのそうしたあの数字や写真には映らないあの <laughs> 出てこないそうしたひ人との出会いっていうふうなことが あの実はこのバグアートアワードの非常にあの面白いところという風なにも言えるのかなと思うんですけども、実際いかがでしょうかね。ありがとうございます。あのかさんもこれまで1回目2回目とあの伴走していただいて、ちょっとそういったご意見いただけてすごく嬉しいなというところではあるんですけど、まあ、おっしゃっていただいた通り、あの当然ファイナリスト6名の方はこの展覧会を成功させるというところで。 あの最大限努力をいただくと思うんですけど、まあ、私たち事務局としてもそれに負けないぐらいですね熱意を持ってあの最大限ファイナリストの方たちがあの全力であの挑戦していただけるような環境を整えようというところを、まあ、一丸となってあの運営させていただいているというところがあるので。まああの 一応今、規定などもお話をさせていただいたんですけども、まあ、それも毎回毎回のブラッシュアップで、まあ、今回出た意見を反映して、次に生かしていくっていうようなところで、まあ、私たち自身もこのアワードを成長させていきたいというふうなあの思いでやっていますので、まあ、そういったところもあって、結構ファイナリストの皆さんとコミュニケーションを取らせていただいたりとか、まあ、ファイナリスト同士でお話しいただいたりとか、あのインストーラーの方も非常に熱心で、あの 皆さんでチームで作っていくというようなあの側面もありますので、まあ、非常にあの結果としてすごくつながりが生まれたりとか、あのファイナリスト展が終わってからもバグに来ていただいて、あのコミュニケーションをさせていただいたりとかっていうところがあるので、ぜ、ま、ひ、あ、まあ、今回、コンペティションというところではあるんですけれども、まあ、これを機にアーティストとして成長したいですとか。 あのアーティストとしてのキャリアを考えたいというような方にぜひ来ていただきたいなというふうには考えていもう本当にあの上げていくと、本当にあのこのバカートアワードが、まあ、本当にいろんなあの、まあ、今、えー、ある、えー、日本の中で広くエマージング向けにあるんな企画の内容であったり、あの公募の内容というのも本当にリサーチをされて。 あのまたアーティストの実態っていうふうなことにも非常に深い考えを及ぼしてですね、こまこまとしたところまであの気を使って、この公募プログラムを立ち上げて、またその熱意を持ってというふうなお話があったと思うんですけれども、1回目、2回目、3回目で、本当にそのフィードバックをこう応募要項にも、のそのプログラムの展開にも反映させてきたというふうなことがあるので、2回目と3回目はですね、あんま、 大きな違いはないんですけれども、2回目も応募されて、あるいは1回目応募されて、今回3回目また出されるという方は、あのその応募内容にあの、応募要項のあり方に若干のこう修正が、微修正が加わっていますので、あの今回の応募、えー、要項の解説ですね、改めてその点、注意しながら見ていただいて、あのえー、1回目、2回目のときとそのままにはなっていないというふうなあのことがあるので、その点もあの非常に注意してですね、 覚えようか改めて見ていただくといいかなというふうには思っていました。はい、ありがとうございます。はい、ではあの今日の解説、えー、少し長くなりましたけども、えっとバガーとアワードでですね、えっとあの今日講座の中でも紹介したように、え11月8日にはポートフォリオ作成について、え12月6日にはステートメント作成について、1月17日には展示プランの作成についてそれぞれあの先日なんですが、私の方からレクチャーを あのさす、えー、オンラインでさせていただきますのでぜひそちらも合わせて、えー、ご覧いただければと思います。石井いかがでしょうか。はい、関さん,、はい、かん,さんありがとうございました。えー、それではあの皆さん最後までご視聴いただきありがとうございます。と YouTube の概要欄に今後の講座のお知らせとレジュメに関してもリンクを、えー、貼っておきますのでぜひご覧いただければと思います。はい、こちらのレジュメもご覧いただけるのでぜひご活用ください。 すみません。最初に紹介し、はい、紹介すべきだったんですが、あ,あの今日のあのレクチャーあ今日の解説の、えー、レジュメとですね、えっ、ー、と一ポートフォリオステートメント展示プランに関するそれぞれのあの講座の、えー、あのすて共通で使うあのレジュメをですね用意しておりますので、こちらあの、えー、説明のリン説明欄説明欄に貼られるリンクから、えー、チェックしてもらえたらなと思います。すみません。こちら紹介します。ありがとうございます。 はいそれではあの皆さん、あの今後の講座やあのバグあたわでのご応募をぜひお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。